皆さんこんにちは。 NHK の朝ドラひよっこの主人公である矢田部美音子の祖父役で出演し、熟年魅力たっぷりの俳優の古谷一行さん。そんな古谷一行さんが2022年8月23日に死去したことが報道されました。享年78歳でした。今回は古谷一行さん家族や死因などについて深くご紹介したいと思います。まずは古谷一行さんのプロフィールをご紹介します。本名古谷一行、生年月日1944年1月2日没年月日2022年8月23日出生地東京都浅草区、身長170センチ、血液型 A 型、事務所 From First Production。 古谷一行さんは中央大学法学部に在学中に劇団員として活動されており、その後テレビや舞台を中心に俳優として活躍しました。1977年の33歳から20年以上にわたり横溝正史シリーズ金田一耕助役を務め人気を得ました。古谷一行さんが結婚された当時は俳優として駆け出しの頃のことでした。古谷一行さんの嫁さんは一般人ということで詳細は明らかになっていません。その嫁さんとは1973年に結婚しており、古谷一行さんが29歳の時でした。出会いは共通の知人を通しての紹介だったそうですが、古谷一行さんのほぼ一目惚れだったようです。古谷一行さんによると、初めて出会った瞬間に何か感じるものがあったとのこと。それだけ古谷一行さんのお嫁さんが魅力的な女性であったと察せますね。また古谷一行さんの世にベテランの俳優さんとなると、女優さんとの噂なども気になるところです。過去には共演者との不倫報道もありましたが、そんなことは一切関係なかったかのように離婚することもなく、結婚から約50年近く連れ添っています。それだけ古谷一行さんのお嫁さんの人柄がしっかりとしていることのように感じます。1973年に結婚された古谷一行さんご夫妻には1979年に第一子となる長男が誕生しています。古谷一行さんの子供はこの長男一人だけです。現在はお孫さんも恵まれており、そのお孫さんは2020年で11歳にして俳優デビューを果たしています。次は古谷一行さんの息子さんについて触れていきたいと思います。古谷一行さんの一人息子さんは古谷健二さんです。1979年2月9日生まれで、古谷健二さんは音楽界で活躍するミュージシャンです。実は古谷健二さんは親の七光を嫌って、父親が古谷一行さんであることを隠しながら音楽活動に励んでいました。その証拠が名前です。古谷健二さんは名字を古谷ではなく古谷で音楽活動を開始しています。1996年に青山学院中等部の同級生の桜井誠さんと馬場育三さんと共にドラゴンアッシュを結成。結成から1年での1997年2月21日にメジャーデビューを果たしています。ドラゴンアッシュではボーカルを担当します。1999年頃からヒップホップの要素を取り入れたラッパーとしても活動し、他のミュージシャンのレコーディングにも参加しており、音楽家として活躍をされています。また古谷健二さんは実は青山学院高等部を中退しています。高校中退の背景には父親の古谷一行さんから、若いうちはがむしゃらに海外で経験を積んでこい背中を押され留学をしていたそうです。そしてドラゴンアッシュの活動が軌道に乗り出した頃に、古谷一行の息子であることが周囲に判明します。それまで親の七光を感じさせたくなかったために、古谷一行さんの息子であることをひたすらに隠しながらの活動でした。現在は親の七光の呪縛から解放されて、父親の古谷一行さんとは CM の共演も果たしています。古谷健二さんが音楽界で成功されたのは、紛れもなく本人の努力が実ったからでした。そして古谷健二さんのお嫁さんといえばタレントのめぐみさんです。古谷健二さんとめぐみさんは2008年に結婚します。その後は2009年2月に第一子となる長男の古谷凪くんが誕生しています。古谷一行さんの自宅は東京都世田谷区の閑静な住宅街にあるそうですが、
すぐ横には息子さんに古谷健二さんとウィーグミさん家族の豪邸も隣接されているとのことです。息子も孫もいらっしゃる古谷一行さんですが、実は過去に不倫を暴露したエピソードがあるそうです。古谷一行さんの代表作の一つが1982年から2007年の25年間にわたり土曜ワイド劇場の混浴露天風呂連続殺人シリーズが挙げられます。ドラマのタイトルからしてお色気プンプン漂う代表作ですが、実はこのドラマはタイトル通り入浴シーンが一つの売りとなっていたドラマでもあります。この入浴シーンにはプロのセクシー女優が起用されていました。そしてこのドラマで古谷一行さんはセクシー女優の浅井理恵さんと共演します。後に浅井理恵さんから古谷一行さんとの不倫を暴露されてしまいます。不倫を暴露された古谷一行さんは事実と認め、はい、やりましたとあっさり不貞を認めたのでした。これにはマスコミもそれ以上突っ込むことができずに退散。あまりの潔さに古谷一行さんの株が上がった出来事でした。一方、古谷一行さんとの不倫を暴露した浅井理恵さんは有料の記者会見を開く予定でした。しかし有料ということもありマスコミからソース感を食らったそうです。最初から浅井理恵さんの金銭目的だったことは言うまでもありません。それにしても古谷一行さんの潔さはかっこいいですね。また古谷一行さんの代表作といえば失楽園を思い浮かべる方も多いと思います。ヒロインの川島直美さんとの共演が話題になりました。それまで川島直美といえばタレントの顔で通っていましたが、失楽園を境に女優としての認知度が急上昇しました。そこには古谷一行さんとの共演が大きかったといいます。また濃厚なシーンでの共演はそのまま作品以外でも川島直美さんとの関係を疑うほどドハマりしていたかのようでした。古谷一行さんと川島直美さんはドラマが終わった後もゴルフを一緒に楽しんだり、また川島直美さんが結婚された際は夫を連れて古谷一行さんのところに挨拶に行かれたそうです。川島直美さんが癌で手術をされた際には肺がんをすでに経験していた古谷一行さんからお見舞いの電話をもらっていたとのことです。失楽園の共演で親しくなった古谷一行さんと川島直美さんですが、実際にはドラマのような関係ではなかったようです。混浴露天風呂連続殺人シリーズが終わったその後もテレビドラマを中心に精力的に活動されている古谷一行さんですが、実は肺がんの手術を受け闘病されていたといいます。見つかった時期としては2011年10月定期検診で肺がんが見つかり手術を受けられたそうです。古谷さんによると自覚症状は全くなかったそうですが、高校時代からの友人が肺がんになったことをきっかけに自分も調べとこうと軽い気持ちで検査を受け、結果を聞きに行ったところ医師の顔が検査の時と全く違い肺がんであることを伝えられたそうです。そしてさらに詳しく検査をしたところ転移はしていなかったものの胸膜に癒着していたため手術を受けられたのだそうです。幸い発見が早かったこともあり大事には至らず、翌月には退院されているのですが、その後の抗がん剤治療が辛かったそうで、古谷さんは抗がん剤治療の副作用が本当に大変でした、常に吐き気を催すほど気持ちが悪くしゃっくりが止まらないため活力もなくなり、一日中マッサージチェアに座ってぼーっとしているような状態でした。さらに辛かったのは抗がん剤治療は4クールが1セットになっていること。1クールが終わって元気になってきたところで2クール目がやってくる、あの辛かった状態が再び来るんだと思うと本当に気がめいりましたと明かされていました。それでも翌年の2012年2月には仕事に復帰されると、入院している時は抗がん剤がきつかった、今はすっかり元気ですからご安心くださいと元気になられたことを報告しています。またその後にはタバコはスパッとやめました。あんなに美味しくてやめられないと思っていましたが、抗がん剤の副作用の辛さを思うと二度と吸いたいと思いませんね、わらと病気をきっかけにタバコをやめられたことも明かされていました。そんな古谷一行さんは2022年8月23日に死去されたことが報道されました。
所属事務所は、古谷一行が2022年8月23日永眠いたしました。ここに皆様からの生前のご厚誼に深謝し、かけがえのない財産を残してくれましたこと、心より感謝の気持ちを持ってお見送りさせていただく所存でございますと発表しました。続けて、病克服後、次なる挑戦に向けて家族の見守りとともにトレーニングに通う日々を送っておりました矢先、この度の不法となる予期せぬ出来事に見舞われてしまいました。あまりにも突然なことに、ご遺族のご心痛は計り知れないものでございます。少し先になりますが、ご親族と相談の上、お別れ会を執り行う予定ですと発表しました。トレーニングに通う日々を送っていたとのことなので、古谷さんの体調は決して良好とは言えないものだったのかもしれませんね。なお一部では死因が明らかにされていないことから自死を疑う声も上がっていますが、そのような事実が一切ありません。所属事務所の文面からも自死を伺わせる表現もないため、そのような憶測は厳に慎むべきですね。古谷一行さんは東京都内の病院で亡くなっていますが、先ほどのスキャンダルから垣間見えたように、素直な人間性がいろんな人から愛されていたようです。古谷一行さんと40年以上の交流があった女優の木野実奈々さんは、古谷一行さんの訃報を聞いた瞬間に泣き崩れたといいます。一番親しい間柄で、ショックが大きかったためか自宅の部屋に閉じこもったままで、とてもコメントできる状態ではなかったようです。二人はテレビ朝日ドラマ混浴露天風呂連続殺人シリーズで長く共演し、古谷一行さんにとっても窮地の中だったそうです。今年7月には体調を心配した木野実奈々さんが古谷一行さんに電話をかけ、お互いの行きつけの寿司店での食事の約束をしたといいます。木野実奈々さんは元気な様子に安心したばかりだったでしょう。木野実奈々さんは古谷一行さんへの最後の手紙を書き綴っています。会えない日々が続く中での突然の知らせに胸が押しつぶされました。ここ数年で多くの親しい人たちが次々と行ってしまう中、この追い打ちで悲しみが私の日常を覆っています。寂しいよ一行さん、でも悲しんでばかりいては天国から叱られちゃうねと書いており、一行さんは歌が大好きで、移動の車の中ではいつも二人でしりとり歌合戦吉田拓郎さんばりの調子でフォークから演歌までたくさん歌ったね。足場の悪いロケ現場では視力の弱い私をケアしてくれたり、いつも優しく気を使ってくれてありがとう。二枚目なのにお尻丸出しで大はしゃぎしてるお茶目で可愛い一行さんが大好きでしたと、ほっこりするエピソードの中に感謝も綴っています。最後には、毎年お正月に家族で宿泊していた伊豆の旅館に一行さんがご家族で来てくれた時の写真はいつも見えるところに飾ってあります。あの日以来、夜になると懐かしい一行さんとのドラマを流しています。だから泣けちゃうけど、今でもいつもそばにいてくれる気がします。きっとここではないどこかの露天風呂に浸かって、常田さんたちとあの満面の笑顔で楽しくのんびり過ごしているのでしょうね。また会えるよねと二人が共演した混浴露天風呂連続殺人をかけた内容で締めています。めぐみさんが、おぎふさんは優しい方でしたと言い、コロナで頻繁に会いに行くことはできなかったですが、たまに会うと自分のことより私たちのことを気にかけてくれました。ちゃんとしてるのか、ご飯食べてるのかとか、ネガティブなことを言っているのを見たことがない、本当に立派でしたと明かしています。めぐみさん自身は両親が離婚し母子家庭で育ったため、本当の父のように接してくれたと言います。めぐみさんが役者の仕事が少ない時期に相談すると、絶対に誰も見ていないことはない、必ず誰かが見ているから死ぬ気でやればいい、仕事ができる日が来るから頑張りなさいと声をかけられたといい、めぐみさんの生涯の思いだそうです。結婚後は隣の家に住んでいたそうで、めぐみさんが自宅の鍵を忘れ合鍵を借りに行った際に、げんこつみたいな感じで
お前忘れるんじゃないよとコツンとやられて、お父さんがいない自分にとって、お父さんってこんな感じなんだろうなと、愛情たっぷりのげんこつみたいな感じで、それを強烈に覚えています。お父さんという存在を教えてくれました、とも語っています。このように古谷一行さんは、さまざまな人から愛されていた人だと感じました。きっと天国でもみんなから愛されていることでしょう。いかがでしたか？今回は古谷一行さんの家族や死因などについて深くご紹介していきました。名俳優の一人であった古谷さん、ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。